欧州連合の立法手続きでは、欧州連合における法令の制定に関する手続きを概説する。手続きには複数の種類があるが、どの種類を用いるかは、法令が扱う政策分野によって決められ、このことは基本条約において定められている。欧州連合理事会が立法に関わる場合においてもこの手続きと同様に、法令が扱う政策分野次第で、 全会一致、または条件付きの多数決で採決する。意思決定の手続きとしては、主に3つのものが用いられている。通常立法手続きは、指令や規則が採択される際に用いられるものである。欧州連合理事会と欧州議会は、欧州委員会の提出した法案を共同で採択する。この時欧州連合理事会は、条件付き多数で採択する。 欧州議会と欧州連合理事会は共に、同一の文書を可決することが求められるが、欧州連合理事会が採択した文書に対して、欧州議会が絶対多数で否決、または、修正案を3ヶ月以内に出さなかった場合には、欧州議会もこの文書を採択したものとみなされる。この手続きは1993年発行の欧州、連合条約で共同決定手続きとして導入され、 従来の協力手続きに変わるものとされていた。共同決定手続きは1999年発行のアムステルダム条約第2条で修正され、またこの条約やニース条約で共同決定手続きが適用される法令の分野が格段に増加した。リスボン条約では共同決定手続きが通常立法手続きという表現に改められ、 手続きの詳細は欧州連合の機能に関する条約第294条で謳われている。同意手続きは欧州委員会の提出した法案に基づいて欧州連合理事会が採択し、その後欧州議会の同意を受けるというものである。このため欧州議会は法案の回避のみを決めるにとどまり修正を求めることができない。ただし欧州議会は 商店委員会を設けて中間報告書を作成し、欧州連合理事会に対して考えを表明したり、その考えに合わなければ同意しないということを突きつけたりすることができる。同意手続きは欧州連合条約第49条に定めのある欧州連合への新規加盟などに適用される。諮問手続きでは欧州連合理事会は欧州議会の諮問を受けた後に、 欧州委員会の法案をもとに政策分野によって全会一致または条件付き多数決で法令を採択する。この時、法案について欧州議会の諮問を要するものの欧州連合理事会は欧州議会の立場に拘束されない。実際に欧州連合理事会は欧州議会の主張を無視し、時には欧州議会の意見を受け取る前に 欧州連合理事会で合意に達したことすらあった。ところが、欧州司法裁判所は、欧州連合理事会は、欧州議会の意見を待たなければならず、欧州議会の意見を受け取る前に、欧州連合理事会が採択した法令を無効とする判決を下したことがある。この判決を受けて、欧州議会では、欧州議会が嫌う法案について何らかの影響をもたらそうとして、 意見の表明を遅らせるなどして、法令の成立を妨げるというがある。単一欧州議定書が発行するまでは、この諮問手続きが欧州諸共同体において最も広く適用されていた。諮問手続きはなおも以下の分野での立法の際に適用されている。諮問手続きは諸条約の定めにある特定の分野に影響する政策分野について、 地域委員会や経済社会評議会といった欧州連合の諮問機関に諮る際にも用いられる。この時、欧州議会では諮問手続きまたは通常立法手続きが適用される。協力手続きはかつて欧州共同体設立条約第252条で規定されていたもので単一市場の創設に関しては特に幅広く適用されていた。 立法手続きであった。協力手続きは、欧州議会に実際的な権限を与えた第一歩と位置づけられる。協力手続きでは、欧州連合理事会は、欧州議会の指示を受け、また、欧州委員会の提案に基づいて、法案を条件付き多数決で採択した。この時欧州連合理事会は、欧州議会が否決した、特定の法案を全会一致で採択して覆す。 ことができた。ありがとうございます。